石垣には、京都大学の学生が作成した縦巻板が並んでいた京都大学の縦巻板では、京都大学吉田キャンパスの周辺に設置されている縦巻板について記述する。京都大学吉田キャンパスの周辺には、学生サークルなどが設置した縦巻板が多く設置されている。縦巻、縦巻と通称される。この縦巻板は、兄弟の文化ともされ、内容も、 政治的な主張から集会の案内に至るまで様々である。これらの縦巻板は絵柄を直しながら先輩から看板を受け継ぐ伝統がある。学生運動が盛んだった1960年代から70年代と比べてその数は減ってきており2012年時点では正門屋100万、東山東一条の交差点の付近に並んでいた縦巻板の数は40枚ほどであった。 他の大学では、規制や SNS を通じた発信などの代替手段の確保などによって縦看板の数は減っている。大学が位置する京都市は、京都大学に対して縦看板が、市の屋外広告物設置条例に反しているとして、撤去を求めていた。また、市は、道路法上での不法専用であると指摘もしている。 市の条例は2007年に規制が強化され、市内の他の場所ではすでに規制が守られていた。こうした背景を受けて、大学では2017年12月に縦看板を大幅に規制する京都大学看板規定を発表した。この規定では道路に面した部分には縦看板の設置を認めず、キャンパス内部でも大学の公認団体のみが看板の設置を認められる旨である。 この規定は2018年5月1日から適用が開始されることとなった。この規制に反発する学生は連名で公開の場での話し合いや説明会を求める要求書を大学に提出した。規定の運用日までに大半の看板が自主的に撤去された。しかし、この時点でも残っている看板は約30枚あり、大学の職員が看板に 撤去の通告書を貼って撤去を促した。縦缶板の撤去に反対する学生は通告書を剥がしていき、その際に職員ともみ合いとなった。また、教員や学生らが制作した垂れ幕によって対抗する場面も見られた。同年5月13日には道路に面して設置された縦缶板が一時すべて撤去された。この日は日曜日の早朝だったため大きな混乱は、 生じなかったが、午後には撤去に抗議する看板が再び立てられた。この抗議の看板は小ざっぱりとして貼る。と京都弁で皮肉が書かれていた。また、看板が撤去された石垣には A4 用紙7枚で一連の縦て看板問題を解説する張り紙も貼られていた。撤去された看板は大学内の保管場所に置かれていたが、14日深夜に、 何者かが保管場所から看板を持ち出し再び、正門前などに設置した。職員が防犯カメラを確認し、警察に通報した。保管場所のフェンスは曲げられ、人の入る隙間があった。その後、学生ら30人ほどが集まり、看板を持ち出していった。この時に、学生らと職員が揉み合いになったが、怪我人はいなかった。大学は、器物破損容疑として、 京都府警、川端警察署に被害届を提出した。なお、この再び設置された看板に対して破壊行為が行われ、看板5枚が引き倒されるなどしていた。18日深夜には、看板は再び撤去された。その後も工房が繰り返され、大学や市を批判する看板や張り紙が現れている。2018年5月19日から20日の2日間、 京都市立芸術大学で縦看板の展示会が行われ、自主的に撤去された縦看板38枚が展示された。5月22日には京都大学出身の弁護士が連名で表現の自由を脅かすとして看板撤去の措置を見直すよう声明を上げた。また京都市の市民約30人が縦看文化を愛する市民の会を結成し、23日に 市場例の改正を求める要望書を市に提出し、31日に縦看板、規制の見直しを求める要請書を大学に提出した。縦て看板の3度目の撤去は5月31日に行われ、一連の問題を批判した張り紙が撤去されたことに対して、張り紙は看板規定の対象外であることを批判するビラが提示された。 さらに四度目の撤去が6月8日に行われたが、この時は石垣そのものを描いた看板も撤去されている。また、四度目の撤去後には、看板撤去に抗議する卒業生が、私を撤去せよの盾札を持つ人間の盾看板が登場した。看板の設置規制を見直す声を受けて、学外の通行人からも見える位置に、 看板の設置場所を新設する方針が6月14日に明らかとなった。そして10月1日から新しい設置場所が使用開始となった。7月13日には石垣に立て看板の代わりとして立てかけられていた畳が燃えるトラブルが発生した。京都大学特別教授の本女優良に対するノーベル生理学医学賞受賞を祝福する。 縦巻板や張り紙も設置されていたが、看板規定に基づいてすぐに撤去された。11月22日の学園祭では縦看板の歴史や規制の経緯をテーマにした企画展が開かれた。京都大学総長の山際十一は6月13日に縦看板問題について公的に初めて言及し、法令遵守のため撤去規制の見直しをするつもりがないことを明言した。 その後7月20日には看板がなくなって寂しい胸の発言とともに死の条例の中で改善策を取ることを述べた。ありがとうございます。